でお届けしました。それではご紹介しましょう。本日一組目のゲストはビオーラの皆さんだ。待ってました待ってました。赤い文字でグミンの皆さんがものすごいアグレッシブなコメントを寄せてくれておりますけれども、それではお一人ずつ自己紹介をしていただきたいと思います。なんて言ったらよろしくどうぞ。よろしくどうぞ。心の声が聞こえるから大丈夫。そして、ディオラベースの島です。よろしくお願いします。戻った。よろしくお願いします。ディオラのドラム達也です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやーもうお久しぶりでございますけれども、痩せました。いやあのヨガさん、私あの姿出してないので、見てる人痩せたかどうかわからないんですけどもね、若干痩せました。ありがとうございます。もうねすごい待ってました感がすごいんですよ、コメントで。ですのでちょっとグミの皆さんに何か話しかけていただいて、コミュニケーションを頭に取っときましょうかね。いいですか、ケイさん。言ってきましょう、ケイさん。はい、カメもちろんでございますよ。会いたかったよ。あ、嬉しいね。会いたかったよの言葉いただきましたよ。そしたらなんて返すんですか、皆さんは。会いたかったよ。あーあ私もーあーってなってます。私もって書いてありましたね。書いてあって書いてます。あーが多いですね。高ぶっております。ちょっと一人ずつ行っちゃいましょうかね。ようかさん行きましょう。はい、お久しぶりです。痩せました。だから私に向けてどうするの。グミの皆さんに向けてください。はい、先日はね9月3日グミの日、盛り上がりまして、そしてリリースされたばかりの新曲も買ってくれたかな。買ってくれましたか。どうですか、買った方は挙手。ノノノ、カタカナノノノ。9月3日ねリリースですからね。ノノノノノ、はい、買ったよ。あ、ノは挙手ですからね。ノノノ、買いましたよ。あ、全員ですねこれね。ノノノノノ、確認取れましたので、はい、よろしいでございますか。続きまして達也さんでございます。よろしくどうぞ。はい、何か話、どんなね質問でもすぐ返ってきますよ。ああ本当ですか。はい、痩せました。ああ聞いてみましょう、聞いてみましょう。痩せた、みんなはどうなの。星野はちょっと痩せた感あるけど、みんなはどうなの。痩せた方はの、痩せてない方は手を下げてね。うんうん、あ、太った意外と痩せたっていう人多いですね。ああ痩せた人多いですね。ああでもへも多いね、へも多いですね。うん、来ておりますね。確認取れました、ありがとうございます。翔也さん行きましょう。はい、こんばんぎゃ。挨拶ここへ来て挨拶。挨拶覚えててくれた、ありがとうございます翔也さん。そうですよ、こんばんぎゃ、皆さんこんばんぎゃ書いて挨拶、こんばんぎゃ。ああ来てます。やっぱ挨拶からね始まりますからね。たくさんありがとうございます。髪色が素敵です、来ております。さあそしてメールの方も募集しておりますので、先ほどね愚民の日のお話ありましたけれども、来ております。大阪のソイさんから、愚民の日お疲れ様でした。とても楽しかったです。メンバーさんがこの日で一番びっくりしたこと、印象に残ってることを教えてください。私はやっぱり新宿全力疾走です、ということで、ですか、新宿のあの東口のところでまずゲリラライブがね、はい、あったわけでございまして、もうすごい人が集まって、まあ、途中であれもう危ないよってことでストップになったんですよね。なんかね止められてこう抱かれてね、すげーみたいな、こうなんかみんなねそれぞれこう静止されてたらしいんですけど、翔也だけされなかったらしい。なんでされなかったんですよ。なんでですか。誰も止めに来てくれなくて、どうしたらいいんだろうみんな止められてるのに。そうなんですよ。あ、そんなこともあったんですね。はい、で自主規制ですね、翔也の場合ね。あ、自分でそろそろやめようかそれも確かに印象に残ってますけどね。なんか他にこの日に起きた出来事でびっくりしたこと、印象に残ってることあれば教えていただきたいです。意外と俺あれですね、ちょっとドラム代が高かったんですけど、で、もちろん俺たちを見に来てくれた人たちがブワーって見えたんですけど、はい、そんな中で、一般の方がこう通る通路が一応こう設けてあったんですけど、全然俺たちの方見ないで、さささって歩いていく人が見えて、あ、やっぱこういう方もいるんだなって。結構冷静に見えてたんですね、じゃあそういうところも。一瞬それ冷静に見ちゃいました。へえ、あ、なるほどなるほど。意外とやっぱそういう人ももちろん、まあ、用事があるとかいろいろ人それぞれあったと思うんですけど、そうですよね。意外とさらっと通っていく人も
チラッと見えてます。そうなんですね。なんか待ち合わせスポットじゃないですか、はい、あ確かに確かに改めてね、はい、多分その待ち合わせを したかったであろう場所を我々ビオーラとグミントでね、こう占領してたので、こう待ち合わせしたいであろう人たちがこう端にいるんですよね、はい、その人たちもしっかり見てましたし、うん、そこにも向かって行きましたし、あやる気あんのかその人たちはね、たまたまいただけですからね、そこにね通行人に会おうって言ったさすがっすね、ありがとうございます。ケイさんは、はい、とにかくでも、うん、すごかったですね、あのステージに立った瞬間がもう一番の驚きだったので、うん、うわもう それこそ新宿アルタ前なんて普通に今までなら歩いてる場所じゃないですか、そこが今俺立ってギター弾いてるわっていう、うん、それがもうすごかったです。確かに不思議な感覚ですよね。そうです、行かれた方どうだった、感想書いて行かれた方、あ最高です、見たかったです、行かれた方どうでした、どうでした、その後またねライブハウスでもね、あったわけでございますけれどもね、それが発表されてたから走ったんだな、この方は多分さっきのソイさんはね、そうらしいですね、大移動みたいな、そこでの発表でしたからね、よかったよ、うん、あ、ヨーカさんか、ヨーカさん、ヨーカさん、うん、良い景色だったよ、最高でした、最高でした、ダッシュはもうしたくないですそう、ニコ生でも中継してましたからね、ニコ生見たよ、楽しそう、楽しかった、行きたかった、新宿独裁だった、うん、最高でした、ニコ組でした、最高でした、行きたかったです、見たかったです、最高、楽しかった、幸せでした、ニコニコしてたよ、ヘドバンにびっくりしてた人がいた、あ一般の方でね、そういう方もいた、こいつら頭おかしいんじゃないかって、いやいやそんなことないですけどね、バス行かれた方もねいらっしゃるということでございます、達也さんピースしててこのタイミングでリクエストしてくれるんだよ優しいな、ありがとうございます、さあ、そんなわけでございましてですね、そんなビオラさんのねこの愚民の日にリリースされたね新曲をここでねお届けしたいなと思いますけれども、曲紹介をお願いしてもいいですか。それではビオラが9月3日愚民の日にリリースした新曲です、聴いてください、ブラインドメッセージ。9月3日にリリースされましたニューシングルブラインドメッセージでございました。はい、もう感想も書いてくださいよ、感想大好きだ、888圧巻ですね、この赤文字できてるとね、発売おめえかっこいい、ヘドバンしたよ、かっこいい、こう見ながらヘドバンねしてくれたんですね、さっきコメントでその愚民の日にそのファンの方のヘドバンに感動したって一般の方のツイートもありましたよっていうのもありましたしね、もう皆さんで作り上げた、素敵なゲリラライブだったわけでございます。めっちゃ好き、最高、うん、かっこよかった、ライブでまた聴きたいです、大好き、大、うん、すげえ、みんなね超興奮してるから結構誤字が多い、うん、あえてスルーしてたけど、うん、いいですよいいですよ、メールもすげえ来てますからね、皆さんありがとうございます。そしてねここでお知らせでございますけど、お届けしましたブラインドメッセージ、こちらの着歌フルを現在ドアンゴ JP にて好評配信中でございます。現在こちらブラインドメッセージの着歌フルまたはスマホシングルをダウンロードしてくれた方全員にそれぞれね激レアビオラメンバーサイン入り生写真をプレゼント実施中でございます、ありがとうございます。はい、サインがねプリントになりますからねよろしくお願いいたしますね、ちょっとメールいっぱい来てるから紹介しないとね、あれですね、こちら一応、香川のみっちゃんからいただきました。そろそろ秋がやってきますね、皆さん今年の秋はどんな〇〇の秋にしたいですか、来ております。秋ね、秋何の秋にしましょうかね、サンマでも食べましょう、ああいいですね、サンマのね秋ね、じゃあヨカさんはサンマ食の秋ですね、だからね食の秋ですね、はい、しょうやさんは、俺じゃあそのサンマを釣りに行きたいんですよ、うん、いいねあそうなんです、繋がってきますね、じゃあしょうやさん釣ったやつをヨカさんが混ぜるね、そうですね、はい、じゃあ釣りの秋ってことなんですね、わかりました、はい、さあ達也さん、俺ちょっと最近キノコが好きなんで、おおサンマはもうそのサンマと一緒に、ね、うん、あ一緒にいいね、キノコを合わせて、うん、食を食の秋、キノコとサンマを食べる食の秋、いいですね、そのサンマはね、翔也が釣ってきそうです、そうですね、キノコ、あ、キノコどうしよう、ケイさんどうします、悩むな、
じゃあまず、うん、あれですね、俺はキノコを克服しないといけないですね。嫌いだったの？そうですね、キノコ嫌いなので。あ、なるほど。そうですね、そこから始めたいと思います。でも味が嫌いなだけでキノコ取りに行くことはできますもんね。いや、もうあの俺もうフォルムがダメなんです。え、じゃあ取りに行けないじゃないですか。もう触れませんし、もう見てるだけでもうわーってなる。でもキノコガチャガチャやったじゃん。そう、だからもう、あ、内心もうわ、うわ、そんななんかキャラクターっぽいのでもダメなんですね。キノコ苦手なんですね。キノコも本当ダメです。じゃあキノコを克服する秋という、うん、そうですね、ことでございますね、はい、ありがとうございます。さあ続いてでございますけども、コーナーに行きたいと思います。コーナーはですね、どんなコーナーかというと、さらにですね、より良いバンドになっていただきたいということで、メンバーやスタッフにバンドメンバーどなたかの個人名を挙げてもらって批評、まあダメ出しですね、こちらを行っていただいておりますので、そちらをご紹介しましょう。題してときめきリオーラ批評来ております。いろいろ来ておりますけれども、まずは達也さんにダメ出しが来ておりますよ、はい、緊張してますか？お水飲んでるんですね。何言われるか分かりませんからね。発表します。そろそろ聞き返すのはやめてください。ちょっとわからないですね、どういうことですかね。聞き返 す、ね、これ誰か、誰か言ってくれたんですね。まあ、あの、まあ僕ですね。あ、Kさんが、はい、ほうほう、Kさんからのダメだし、あの、まあ、普段もそうなんですけど、あのよく車乗るとき助手席に達也が乗ってくれることが多くて、もう未だに車でこう、何々だよねって話しかけても、うん、ええ必ず聞き返してくるんですよ。それ、はい、Kさんにも問題があるんじゃないですか。あの、僕ちょいちょい、はい、結構ね、持ち前の集中力で聞き取ってる感はありますけど、はい、ちょっと心の中では、ええっていう時ありますよ、Kさん。ですか。すいません、なんか逆にKさんダメ出しみたいになっちゃって申し訳ないんですけど。あら、あ、それ、Kもそうですよ。あの、さっきね、この直前インタビューがあったんですよ。はい、あの、俺はまあ分かるからいいですけど、聞き取りづらいだろうなと思いながら、さっき偶然ね、偶然さっきを聞き、そう思ってたので。そうですよね、達也さん、そういうとこありますよね。そうですね、ケイちゃんの声が聞き取りにくい発音えおい、逆だ、ね、聞こえてないじゃん、完全に雑なツッコミね。おい、逆だって雑なんですね、でちょっとまあ、若干ね、ボリュームの方も小さめじゃないですか、やっぱり。あ、でも確かに言われてみれば、うん、あのコンビニで何かを注文したときに、うん、大体スルーされるか、間違ったものを持ってこられるか、確かにありますね。いや、これそこから直した方がいいんじゃないですか。そう、だからこれは、達也さんに、なんでケイさんが逆にそういうダメ出しをしたのかってこと、逆ですよ、これ。ボケツ持ってますよ。僕ですかね、じゃあ。そうです、だから隣の席にいるのに聞き取れないっていうのは、だから達也さんも結構もう集中して聞くようにしていただいて、ケイさん、もうちょっと大きな声で。じゃあ、はっきり言うと、カメラに向かってファミチキくださいって。そうしましょう。練習しておきましょう。大好きなファミチキをね、頼むとき。いきますよ、はい。はい、ここをファミリーマートだと思ってください。はい、いきますよ。3、2、1、どうぞ。ファミリーチキンください。ファミリーチキンって略してそうだっけ、正式名称そうだっけ、わかんないよ。多分そうです。え、そうでしたっけ、はい、しかももう、開いた瞬間にファミリーチキンください。おかしいでしょ。ありがとうございます。あ、ケイさん、そんな人でしたっけ。久しぶりだから。あ、そうか、ファミリーチキン、ね、はい、ありがとうございます。じゃあ続いての、ダメ出しいきますけど、続いてはケイさんに来てます。あ、僕ですか。今のもケイさんのダメ出しになっちゃいましたけど、ケイ、はい、さんへのダメ出しは読みますね、はい、誰かがこう言ってくれております。こちら、変な T シャツを流行らせないでください。なんですかこれ、変な T シャツって。これ僕ですね。あ、陽花さんがダメ出しを、はい、Kさんがですね、いい、まあ、独特のファッションセンスをほうほうしてて、うん、結構可愛いんですよ、うん、で、ある日ですね、イベント、私服でイベント、トークイベントみたいなのもやってて、はい、あの白クマがプリントされてる T シャツを着て、まあ、コメントでもね、結構着てますけどもね。ほうほうほう、そうですね、CU、GU、GU の CU、 白クマの、GU の
白熊の T シャツですよ。なるほどなるほど。それを着てて、でなんかすごいあの北緯何度とかまで書いてあってでほうほうほう、北緯何度とか、あとファーストアタック初めて白熊と出会ったみたいな、なんですかねそれ、みたいなそういうね、あの変わった T シャツを着てて、はいはい、でちょっと触れちゃったんだよねそのことね。あ、なんかね文字が書いてあると読みたくなっちゃうんですよね、エクスペリエンスとか書いてあって、うん、それを突っ込んだらその次のトークイベントみたいな時にその愚民たちが、その白熊の T シャツを着てくるようになり一部ね、はいはいはい、一部着てくるようになって、はい、俺同じの3着もらいました。あのね、自分が着るね、グミの皆さんが自分で着る分にはいいけど、巻き添えね。ね、別に陽花さんはその T シャツ欲しくないから。しかもなんかね、もらったものなので、ね、こう捨てるに捨てられないわけですよ。確かに、ね。だから未だにこう家に S と M と M がね。いろんなサイズあるね。M 二つある。M 二つある。困ってる、ね、じゃあこれはだから、まあ、Kさんがそもそもそういう T シャツを着てこなければそんなことにはならなかったので、はい、Kさん、なんかすごいうまいこと書いてある、 GU って書いて、民って書いて、愚民って書いてます冷静だなうまいけど、うまいこと書いてある。別に Kさんはそういう意味合いで買ったわけじゃないでしょ。だってそうですね、でも夏だったので、やっぱ白熊だと、あの涼しげじゃないですか、やっぱり。まあ確かにね、はい、で、まあ良かれと思って、買ったら言い訳中、言い訳中今そうですね、ちょっとなんかでもあれ1位になったんですね、達也がね。そうなんですよ、何気なく、GU さんのサイトをこう見てたら、ランキング1位に。すげえすげえすげえ、これ完全に Q さんの影響じゃん。だってみんな買ったって書いてありましたもん。買った人いる、それ Q さんが着てるの見て可愛いなと思って買った人、挙手。ノンノンノン、買った人、あーさ、ノン来た、あー来た来た、300円で叩き売りされてたあ、来た方がいたのかな、いっぱい買っては見たもののみたいなね、売り切れてた。あ、ほらみんな買ってますもん、3枚買った、372円。すごい影響力。そうなんですよ、だからちょっとなんかそろそろなんかこう GU さんから、いや本当ですよ、GU さんから、はい、そうです。何の T シャツ欲しいですか。いや、まあ、白熊の後は秋はパンダとかのやつは、あ、パンダいいですねでまたパンダがね、他のメンバーの皆さんの元に届くと思いますのでね、はい、じゃあパンダお願いいたしますゆうさんありがとうございます。さあ、それではじゃあここで一曲お届けしたいなと思いますので、曲紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、それでは聴いてください、ホライゾン。セリフ割りホライゾンをお届けいたしました。さあ、感想の方もね、書いていただけ、大好き、大好きだ、最高、美しい、背中に羽が見えた、大好きです、これでメンバーの皆さんにコメント読んでもらえるともう皆さん喜ばれますので、ちょっと読んでもらってもいいですか。よかえるって何ですか。よかえる、よかえる、よかえるって何ですか。もう陽花さんがもうそういうね、なんで恥ずかしくなっちゃったのかなめっちゃ可愛いじゃないですか。いえ、ちょっと、来てますよ。あ、もうよくやるばっかりになっちゃった。天使ってことですよ、来てますよ天使、俺悪魔売りなんですけどねいろんな一面があるということでね、ちょっとせっかくですからコメントも読んであげてください。どなたでもいいですよ。全部読んで、あ、全部読んで、全部読んで、よくやる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 、ピックアップきましたね、あ、来てますね、ありがとうございます。そしてメールがすごいね、すごい勢いで来てるので、ちょ、紹介しよう、紹介しよう、こちら、三重県のルカちゃん、ありがとう、こんばんは、突然ですが質問です。私は翔也さんのスラップを見てベースかっこいいなと思い初めて見ました。ですがなかなかコツがつかめず悪戦苦闘しています。はい、コツをつかむ秘訣や翔也さんが実際に行った練習法などを教えてください。それはですね、はい、親指をパンパンすればいいんですよ。親指をパンパンしたらいいですか。いや、やめましょう、これ何がやったんでしょうか。なんですかね、俺も気づいたらできるようになったんですよなるほど昔できなかったんですよ、もちろんできなくて、で、まあ、かっこいい曲があるじゃないですか、スラップの、それをただ真似して、あとはもうオリジナリティでやっていけば上手くなるんじゃないかなと
じゃあとりあえずもうひたすら時間を使って練習をしていればいつの間にかということですか。あと俺が高校生の時に先輩に聞いたのは、うちわを仰ぐ要領でやると上手くなるって聞きましたよ。あ、それいいですね。うちわをこうパッパッと、じゃあイメージトレーニングでまずうちわをこう仰いでみて、はい、からやってみたら、ルカちゃんいいんじゃないかなと、はい、思いますのでね。ようかさんどうしたんですか。大丈夫ですか。すげえ来てる。ちょっといける行っていい行っていいダメ。もうメールちょ行こう一般だもん一般だもん。あちょっとじゃ後に時間あったらやろう。さあそれでは続いてのコーナーでございます。続いてのコーナーはですね、メンバーそれぞれの苦手な弱点的なものをですね伺っておりますので、そちらをご紹介するコーナー、こちらときめきブラックリスト。さあ、それではまずはようかさんのじゃあ弱点いきますよ。発表しちゃっていいですか。これは意外でした。発表しましょう。こちらです。鮭。今の言い方いいですね。って書いてあったんですけど、鮭あのサーモンってことですか。サーモンが苦手。大っ嫌い。大嫌い。味が色が色が視覚的に選別されるんですよ。ダメだっていう、そうなっちゃったんですよね、ちっちゃい頃。え、じゃあ全然食べないんですか。でも、うん、さっき楽屋におにぎりとかがあの、はいはい、ケータリングで置いてあって、うん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 、鮭のおにぎりがあったんですよ、はい、食べました。もうそれはね、食べれるんですよ、それは食べれる。包まれてるから見えてないから。見えてないから、あの色が、うん、ちょっとオレンジっぽいあの色が見えてないんですよ。見えてなくて味はじゃあ好きなのね。味は別に好きなわけでもないですけど、ん嫌いでもない。え好きでもないけど嫌いでもない、うん、まあ普通ので、えツナマヨと鮭だったら鮭を選ぶ、うん、ツナマヨ食べれない。あ、苦手な方多いですね。食べれない。ツナマヨは味がダメ。あ、見た目も味もダメ。見た目ツナもツナダメだ。え、全然普通じゃないですか。ツナね、ぬちゅぬちゅしてるじゃないですか。あ、そういうあの素材というか質感的な問題。そうなんですよ。シーチキン。シーチキンディスってる。なるほど。まあでも鮭のなんか色合い的なのはちょっと結構ねインパクトありますし、じゃああの切り身ちゃんもダメですか。キャラクターの。あー、最近知りましたよ、切り身ちゃん。あれも苦手ですか。ハワイコードで曲かかってたよね。そうだっけ。キリミちゃんのね、サンリオのね、ね、キリミちゃんのあなたの食卓にいつも寄り添うパートナー、キリミちゃんもダメですか。キリミちゃんはいいです。キリミちゃんはいいの。でもシーチキンって鮭もしかして。違う、マグロ、カツオとかですね、うん、何言ってんの。とにかく鮭はじゃあ苦手という、見た目が苦手という、ね、見た目がダメです。これ多分皆さん知らなかったんじゃないかと思うんでね、よかったと思います。ありがとうございます。じゃあ続いて翔也さんの弱点も伺っておりますので、はい、紹介しましょう。こちらです。セミセミダメですか。ダメなんですよね。あのセミの顔ってちゃんと見たことあります。いや本当に、ああ、まあまあ、あの、ええ、なんかこうストローみたいなのついてるじゃないですか。ああ多分何か、そうなの、木の樹液を吸うか何かの管がついてるんですけど、 あれで刺されたらって想像すると、あ、見た目がちょっとグロいとかじゃなくて、その妄想で、そのストローで刺されたら嫌だなっていう。あと、あいつら卵を産むとき、尻尾から管を出すんですよ、また。あの苦手なくせにすげえ詳しいですね、セミ。なんでそんな詳しいじゃん。調べすぎた結果、あ、無理だなって思って。最初は好きだったんで、ね、ちょっと。掴めてたんだ。好きになろうとした。興味はあったんだ。興味はあったんだ。ただ、卵産むんだね。ちょっと無理だな。知らなかった。そう、ヨーカさんがボソッと卵産むんだね。産むでしょ。考えたことがなかったですね。でももうセミのそのストローとか管を出す感じが嫌なんですね。嫌なんですよ。刺された人いるってよ。ほら、うわ、怖っ。刺すのセミって。マジで。いや多分刺さないんですけど、あいつらが危機的状況になったら、あいつら刺してくると思うんですよ。そうなんだ。じゃあ夏場とか怖いですね。怖いですね。落ちてたりするじゃないですか。あ、落ちてますね。もう 100m ぐらい近づけない。すげえ、よく 100m 先で確認できましたね、それね。すげえな。でもまあなんかセミってさ、ネズミ花火みたいなところあるよね。
よかったよかったじゃ あのおおね行き耐える前のセミ、うん、でこう、まあね、置いたってねふとねこういるじゃないですか、いますよ、いますよ、こうやってね、うん、こだわってて、うん、行き耐えてるんだなって思って、うん、こう近づくんですよね、こうやって歩ってくじゃないですか、はいはいはい、そしたらまるでね意志を持つネズミ花火のようにこうなんかってなりますもんね、ちょっとうまいね今の分かる、分かります、あれがね、怖い怖い、確かに怖いネズミ花火、あれ火消えたのかな、あれっすよ、どうなった時にあー、そうだねセミもそれ確かに怖い、ね、ありがとうございます、セミファイナルっていう皆さんなんかネーミングつけてるけど、ありがとうございますよ、おー、はい、うまいね、うまいのそれうまいのかなセミ爆弾っていう、言うわあ、セミ爆弾ってね、うん、ありがとうございます、苦手なものを教えていただきました、ヨーカさんは鮭、そしてツナね、そして塩谷さんはセミということでございます、ありがとうございます。さあちょっとメールもいっぱい来てるので紹介しましょう、あ、これはですね静岡の方ですね、こんばんは、愚民の日にニコ生を見てファンになった新規です、正しい愚民になるためにまずどの CD を買ったらいいですかっていう、あ、正しい愚民とかあるんですか、正しくない愚民とかあるんですか正しくない愚民はもうもはや人じゃないですよ、そうですよね、うん、どうしたらいいですか、正しい愚民になるためにはまず何をしたらいいですか、まあ、CD も買うのもそうですけどもね、うん、まあとりあえず、まあ、愚民ということに対して自信を持ってほしいので、うん、とりあえず外で出て私は愚民だって言って走ってきたらもうそれは正しい組ですね、え、外に出て、なんかちょっとよく分からなかったんでえ、外に出て、ケイさん、どういうふうにちょっとね、たぶんこの、今メールいただいたね、はい、方、静岡のマーズダイダリアさん、はい、ちょっと分かんないと思うんで、どういう感じだったらいいかだけ教えてもらってもいいですか、あ、もう実演ですか、あ、実演もししていただけるんであれば、ね、すいません、ちょっとカメラは動けないのかな、まあ、動けないかな、グミンだと思うじゃないですか、はい、私はグミンだなるじゃないですか、まず心で思ってね、思うじゃないですか、はいはい、私は愚民だ、はい、家のドアガチャ、うん、愚民だー私は愚民だありがとうございます、当てた瞬間に、なんかね、あの左側のサイドからすごい乾いた笑いがね、はい、あのスタッフさんお願いしますよ、運営さん、ケイさんこんな頑張ってくれた、こんな頑張ってくれたよ、お願いしますよ、乾いた笑いがねえそありがとうございます、でもいいコメントそれもう病気だよっていや違う、そんなことないでしょうか、いやでもそれぐらいのバイブス持てってことです、ね、それぐらいのやっぱあの、うん、暑さがあったら嬉しいですね、そうです、止まらないでください、お願いいたします、はい、そしてね、どの CD 買ったらいいですかっていうのはありますけど、まあもちろんまず新曲をね、うん、これね、愚民の日のリリースされました、そうですね、うん、あのビオラの曲は結構もうどれがとかっていうよりはもう結構割とどれでも買って聴いてくれても、ただ結構はストーリー性を持っているので、あの、まあ、ここを買ったら多分その前が気になるし、ここを買ったらこの先が気になるっていうようなことが多いので、スターウォーズですね、あ、この盾横がなんかスターウォーズは見てないです、ああ、なるほど、すみませんでした、はい、衛生か全部ね、だからチェックしていただければと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、そんなわけでございまして、お届けしておりますときめきブジュナイトでございますけど、そろそろディオーラの皆さんとお別れの時間が近づいてきてしまいまして、まあ、本編終了後にですね、またあのプレミアム会員のコーナーがありますけど、そちらでもありますけど、すげえ映画だ、うわすげえ、ちょっと鳥肌立った、愚民の皆さんのこのコメント、やべえ、勝手に延長しちゃおう、もう一個もう一個紹介しちゃおう、愛知県のあーさんからいただいております、秋といえばハロウィンが近づいてます、やってみたいコスプレとかありますか、気になりますと来ておりますけど、何かありましたら、じゃあ、あります、やっぱ日村剣心、おですかね、ルローニ剣心の、ルローニ剣心、日村剣心、これはでも似合いそう、見たい見たい、だからちょっと赤いんですけど、えっていうのも 30% ぐらいは絶対適当でしょじゃあそれが本当なんですよ、でもほらすごいコメントでね、見たい見たい、セミとキリビちゃんの見たいっていうコスプレとかね、それはおかしいでしょ白熊見たいとか、ああそうだ、鮭から
鮭か。ああ、うん、セミ爆弾。くだらない。見たくないよ、そんなの。髪の毛見たいよ。ですのでね。懐かしい、ブラッディパイヤー見たいな、久しぶりに。やりましたね。やりましたね。あの、俺だけ恥かいたやつね。いや、でも結局ね、衣装でやったら大丈夫ですけどね。そういう、なんか、覚えてる方がいらっしゃるということでございますね。達也さん、どんなコスプレしたいですか？そうですね、俺なんかすごいグロいやつやってみたいですね。なんかぐちゃーみたいな。いや、それこそもうセミじゃないですか。セミに失礼です。いいね。失礼、どういうことですか。クダだしね。グロいの。グロスター的なやつ。なんかあの、目が飛び出てるような。あー、でも似合いそう。そういうのハロウィンでありますもんね。ありますね。こう、口が裂けてるようなやつとか。あるあるある。やってみたいですね。ということですのでね、皆さん。まあね、もしそんな機会があったらね、楽しみにしていただければと思います。さあ、そんなに本当にお時間が来てしまいますので、ここで大事なお知らせをしていただきたいなと思いますけれども、はい、よろしいですかね。はい、まずね、なんといっても9月3日にリリースされましたね。うん、これは私が言った方がいいですか。あ、もう言っちゃっていいですか。あ、ヨコさん、どうぞ。ずずずっと言っていいんですか。どうぞどうぞ。はい、先日9月3日、先ほどもお聞きいただきましたが、ブラインドメッセージというディオーラ10枚目のマキシシングルが発売されたばかりですので、まだ手に入れてない人はぜひ手に入れていただいて、そして、11月の26日、ディオーラ3枚目のフルアルバムトライアングルというフルアルバムが出ます。素晴らしい作品が出来上がってますので楽しみにしてください。そして、そのトライアングルフルアルバムを引っ提げて回るツアー、バネッシング・ザ・トライアングル・ビジョンということで、赤坂ブリッツ、11月30日赤坂ブリッツを皮切りに、ツアーどどどっと回らせていただきまして、そして、2015年来年です、1月31日、初のホール渋谷公会堂で得たホールでのワンマン経験を生かして、2回目のホールワンマン中野サンプラザでやることが決定しております。詳しくは公式ホームページ、うんこ面出てますのでチェックでお願いいたしますよ。そんな感じです。はい、もうね、もうアルバムもツアーもありますので皆さん、ホームページをまずチェックしていただければと思います。そしてサイリーポスターのプレゼントの当選者を発表したいと思います。香川県のみっちゃん、おめでとう。香川県のみっちゃん、サイリーポスタープレゼント。さあ、ここでね、一旦ね、ディオーラの皆さんお別れとなるんですけども、先ほど言いました通りシークレットコーナーにね、再び登場していただきますので、そちらもお楽しみでございます。ということで、本日一組目のゲストはディオーラの皆さんでした。ありがとうございます。あちあちあち。